こんにちは、こんばんは、ゾンビ民のテディです。今回はコールオブデューティーブラックオプス4ブラックアウトでゾンビモードのキャラクターリヒト編を解除する方法について紹介したいと思います。リヒト編の解除については、クエストアイテム血の小瓶、そして条件が特定順位内でマッチを完了するとなっています。ソロの場合だとトップ5、デュオの場合はトップ3、クワットの場合はトップ2となっています。今回のクエストアイテムの獲得方法がちょっと特殊なんですけれども、一つ目は、ゾンビの中ボスですね、ブライトファーザーから、取得する。二つ目が、収容所の噴水から取得するとなっていますが、設定している、プレイのキャラクターのクエストアイテムを所持しながら、収容所の噴水を調べることでそのクエストアイテムが血の小瓶に変換されるといった感じになっています。今の映像では竹雄からスタートして司令官の手紙を、ゲットした後に、噴水で変換しています。例えばレズノフであったりルイン、竹雄、ニコライ、ディエゴ、スカーレットなど収容所付近からクエストアイテムを獲得できるキャラクターで開始して、解除済みのクエストアイテムを回収したら収容所の中庭の噴水で変換することができます。また必ずしもキャラクター適合をする必要なく、他プレイヤーから血の小瓶を奪って所持さえしていればどのキャラクターを選んでいてもリヒト編を解除することができます。クエストアイテムの変換の時だけ、キャラクター適合をする必要があるということだけ覚えておいてください。特定順位内でマッチを得たらリヒト編を解除することができます。リヒト編の感情表現はこのような感じになっています。ああ、どうも。なぜ貴様はまだここにいるんじゃ？言いたいことは分かった。地獄の刃を何時に突き立てよ。近くに来たまえ。ドクターは貴様の支援を求めている。了解だ、この野郎。大変よろしい、大変よろしい。何の用だ？もっとそばに来てくれ。言いたいことは分かった。よろしい。よう。このリヒトーフェンが要件を伺おうか。はい、以上となります。ゾンビモードのキャラクターの中では、特定順位が一番厳しいキャラクターになります。またクエストアイテムの獲得方法もちょっと特殊になっているので難しいと思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。わからないことがあったらコメントなどいただければ、返信できると思いますので、ぜひコメントもお待ちしております。テディでした。